元気ですか？はい、私はちょっと眠いです。実際に今日6時に起きたよ。お、すごい。でもね、みんな寝ちゃったよ。今日朝早く起きてゲームしようって言ったの。はい、今日はですね、ありがとうね、ありがとう、感謝するっていうね、ことを、はい、感謝、今日はですね、感謝するということをね、タイトルでお話ししていきたいと思います。最初にお願いします。愛する天道様、これからのメッセージを豊かに見せてください。感謝してシュースクローします。お願い、はい、今日はですね、この感謝ということね、なんでこれを言うかというと、感謝と賛否レバーバルキャンプが先週使わされていきまして、はい、いきました。で、今回ですね、ちょっと来年ね、みんな行きましょう、アメリカ。今年ね、ちょっと子供たちが少なかったので、来年はみんなで行けるように思います。子供行けるのすごいね。子供行ける。ディズニーランドとか、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオとか行ける、ね、行こうね。じゃあ、でも俺お金ないんだ。お金はね、あれね、お願いしたら神様が与えてくれる。1万円や5億円ぐらい。そう、それでは、メッセージの聖書箇所を開いていきたいと思います。今日はルカの福音書の17章11節から19節なんだけど、今日は19節を開いていきたいと思います。ルカによる福音書の17章の19節、はい、ルカによる福音書の、ルカの福音書どこだ、こっち側、19章、17章の19節、17節、19章の17節、はい、じゃあ、せーので、はい、19章の17節、はい、じゃあ一緒に読みます。ルカによる福音書の19章の17節、あ、すいません、あ、19章の17節、え、17章だと思ってました。あ、すいません、17章、17章、失礼、ちょっとやったんだよ。じゃあ何してくれてんの、何してくれてんの。今、手勝っちゃったじゃん。そこもね、重要だから、続いていいよ。はい、すいません、ルカによる福音書17章の19ですね。じゃあ、せーので言います。せーの、それから、その人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰は、あなたを治したのです。はい、っていうところからね、
メッセージしていきたいと思います。でこの箇所でね、どういう物語があるかと言いますと、昔ですね、まあ今もそうなんですけども、みんな聞いたことないと思うんだけど、スワーラートっていう言葉知ってる人？スワーラート知らないよね。あの今の名前で言うと、今の病名で言うと、あのハンセン病っていう病気なのね。ハンセン。でこれはどんな病気かっていうと、そう、伝染病でね、もうこのツアラートの意味が、壁がね、剥がれたり、皮とかね、いろいろ剥がれたりするのを、まあ、ツアラートっていう意味があるらしいんですけども、まあそこからね、この病気が来てて、今はね、治療するあれがあるんですけども、昔はですね、このハンセン病ね、これは、治るまで隔離されるのね。隔離ってね、一つの場所に感染しないように、うつらないように一つの場所に固まってね、人がね隔離されるんですけども、捕まりはしないけど、まあ、病院、まあ、いわゆる病院みたいな、もうちょっともう病院もちょっとひどいんですけども、病院みたいなところで、ベンハーっていう映画に結構ね、この状況書かれているんで、知りたい人はね、ベンハーっていう映画見ていただきたいと思います。で、今回ですね、この病気を持ったね、10人の人がいましたね。10人のこの病気を持った人がいて、ここに隔離されていてですね、まあ、隔離されるっていうことは、家族からも友達からも、その近所に住んでた人たちからも離れないといけないね。すごい寂しいでしょ。でここに、まあ、隔離されて、まあ、治るまでここにいないといけないんだけど、このそう、治るね。でそれで10人のお話なんですけども、でこの時にですね、イエス様がこのそばをね、通られたんですね。イエス様が中に入ったの？いや、中には入ってない。で、イエス様がですね、ここの横を通った時に、この10人の人が叫んだんです。それは何て言ったかって言ったら、そう、イエス様、先生どうぞ私たちを憐れんでくださいっていう大声でね、言いました。はい、それで、まあ、イエス様はですね、この時にはですね、たくさんの人たちを、いろんな病気の人たちをですね、癒されていましたし、癒して、いました。で、それで、そのイエス様が癒し主であるということをですね、この人たちは知っていて、まあ、イエス様にですね、こう頼んだんですね。憐れんでくださいというふうに頼みました。で、イエス様はここで立ち止まってですね、この10人に向かって、優しい言葉をかけたんですね。その方々を見つめてですね、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと、この人たちにイエス様は言いました。で、祭司っていうのは、その当時ユダヤ人のですね、ちょっとお偉い人たち、祭司ってちょっと、まあ、神様に仕えて、漢字書くとこんな感じなんだけど、はい、そう、この祭司に見せなさい。このなんで祭司に見せるかって言ったら、まずこの病気がツアーラートであるかどうかっていうのを祭司の人に見てもらう。で、このツアーラートっていうのが判断されたら、こちらに隔離されるね。それで治ったと思って、皮膚のただれとかが綺麗になって治ったと思ったら、この祭司に見せに行って治りましたねっていう診断をもらったら、その人は治ったっていう
ことに当時ねなるんですね。でそれでイエス様はこのまだこのハンセン病治ってない10人に向かって祭司に見せなさいっていうふうに言ったんですね。それは何でかって言ったら、この10人の人たちがね、その10人の人たちがイエス様に、イエス様は癒し主だって神様なので、それを信じて神様に、イエス様に求めたらね、私たちを癒してください、憐れんでください。で、その信仰を見て、イエス様は祭司に見せに来なさいというふうに言ったんですね。で、この10人はまだ治っていないんだけども、イエス様の言葉を信じて、祭司に見てもらいに、祭司のもとに歩き始めました。それで途中でどうなったかっていうと、治った。そう、治ったんですね。10人が治りました。奇跡が起こったんですね。ここでイエス様、この10人なんで治ったかって言ったら、10人がイエス様のことを信じて求めたから、イエス様は、神様はこの10人の方を癒されました。この行動、普通だって治ってないのに祭司に見せに来なさいって言われて、いやでも自分はまだ治ってないからっていうふうになるんだけど、まあでもそこでイエス様のことを信じて歩き始めた時に、信仰の一歩を踏み出した時に癒されたんですね。でここからが重要なんですけども、この癒された10人のうちに、まあみんな喜んだんだね、癒されたから。10人のうち9人は祭司の方に自分は治ったと言って感動して、祭司に見てもらいに行きました。まあこれはまあイエス様がね、最初に店に行きなさいって言ったんで、そう、それで一人はどうなったかって言ったら、このイエス様の元に駆け寄って行って、なんて言ったと思いますか？そう、ありがとうございます、感謝します。それでイエス様が何を求めていたかって言ったら、そうなんです、神様に感謝すること。これがこの箇所の一番重要なところ。この癒しを受けるのはすごい、ここの信仰もねすごい重要なんですけども、何が一番重要かって言ったら感謝なんですね。神様に感謝する、この状況を感謝します。この病気のあることを感謝します。で治ったことも感謝します。全部感謝をする、これが重要なことです。で今回感謝と賛美とリバイバルキャンプで、リバイバルの鍵となっているのはこの感謝をすることね、みんなもぜひそのことをね覚えていただきたいと思います。はい、まあこの人たちのね信仰もねすごい、9人の信仰もねすごいんですよ。だって治ってないのにイエス様のもとに、治ってないのにイエス様の言葉を信じて進んでいた時に癒されたね。でもその一人、中の一人はイエス様のありがとうございますと言った。みんなこのみんな信仰はすごいんですけども、何が必要かって言ったら、この感謝する、ありがとうっていうことが、神様が私たちに、ね、みんなに求めていることです。でこれからねいろいろな大変なことが起こってきます。はい、でその時にみんなもね大変なんだけど、神様がその裏にねこの10人を癒してくださったように、みんなを助けてくださいます。でその時に何が重要かって言ったら、感謝をすることね。これをこのうちもずっと天国に行くまで、ね、神様に感謝して言っていただきたいと、共にね神様にありがとうって言っていきたいと思います。はい、それではこれで、メッセージを終わりたいと思います。愛する天の父様、このメッセージを終わりたいと思います。感謝して主です。アメン。